マークマイナス8ミニコンピュータマークマイナス8は1974年に設計されたマイクロコンピュータであり、世界初の8ビットマイクロプロセッサーインテル8008を使用していた。マークマイナス8はジョナサン・ティトゥスが設計し、自由な組み立てキットとして、ラジオイコールエレクトロニクス氏の1974年7月号の関東記事で紹介された。 REC1974 年7月号の関東記事でマークマイナス8が自分で組み立てるプロジェクトとして紹介されている。記事では回路基板のレイアウトと組み立て手順の書かれた小冊子を5ドルで提供することが書かれていた。また、ティゥス自身もニュージャージー州のある会社に作らせた基板を50ドルでホビーストに提供するよう手配していた。 マークマイナス8を実際に組み立てた人たちは、様々な電子部品をいろいろなところから自分で集めた。小冊子は数千冊、基板セットは数百セットが売れた。興味深いことにマークマイナス8は RE 市では、あなたの個人的ミニコンピュータと銘打たれた。マイクロコンピュータ革命が起きる前なのでこれは仕方のないことであった。 マイクロコンピュータという単語が一般化するのはまだまだ先のことである。そのため、このキットを紹介するにあたって編集者はマークマイナス8を当時の最も小さいコンピュータのカテゴリーに入れてしまった。マークマイナス8は商業的に大成功とは言い難いが、ライバル誌であるポピュラーエレクトロニクス誌の編集者が刺激を受け、同種の しかしより使いやすいマイクロコンピュータを記事にすることを検討した。その結果、わずか半年後の1975年の1月、同市場で3つ社のアルタイル8800が発表された。ありがとうございます。